観音寺は、三重県鈴鹿市にある、高野山真言宗の仏教寺院。三号は、白子山。本尊は、白衣観世音菩薩。聖武天皇の直により、藤原夫人が建立したとされ、天平商法三年度を象徴人海産の1250年以上続く寺院で、寺殿によると、本尊の白衣観世音菩薩が、当時の東側にある鼓河浦の海中より、 鼓に乗って現れたと言われ、安山、子尊長久を守り、肥やす観音として、現在まで人々の信仰を集めている。聖徳、扇町、御花園各天皇の絵画や、徳川後三夜の安山祈願文等を所蔵している。天平法寺年中、落雷で消失した仮覧跡に、芽生えたと言われる、普段桜が年中葉や花を咲かせている。 国指定の天然記念物に指定されている。三門は元禄十六年本流で昭和五十七年に修理を行い、門の左右には鎌倉様式の金剛力士像二体が安置されている。境内中央には漢文六年に作られた銅道道牢が置かれており、共に三重県指定の文化財に指定されている。平成十年に三重塔が建てられ、金剛会大日如来、 文字菩薩、普賢菩薩を祀っている。一年中花が咲いている不思議な桜として、江戸時代から有名で、伊勢三宮名所杖にも紹介されている。真夏以外花を見ることができるが、満開状態ではなく、小のあちこちに花が見られるものであり、葉の一部は真冬でも枝に残っている。花は白色、一重の五弁で、花の中央部が赤みを帯びている。 今一個の老門、入りも屋造り、本河原吹き、柱草園中。上層は三手先でお柱を持ち、腰組もまた三手先とし、上層中央は三カラトを開き、下層正面は混合作を設けて、混合力士像を両脇に配する。二王門正寺入用目録によると、元禄十六年に混流されたことが記されており、元禄期老門形式の堂々たる構えである。 総高2 5 0トル、基礎幅1 1 0トル。傘、貨車、中体、竿、反り花基礎5兵を個別に鋳造し、組み合わせたもので、上部帽止周辺の替えを除いて、完全に残っている。竿に、夜行津の十前、田島守次男辻三上衛門城、藤原原主、漢文六年日の江生まれ期12月吉祥日と、隠刻されている。 作者の原種は、辻、釜山地の中高として、江戸時代に名声を博した辻一号、田島の内、田島家の祖辻田島守吉主の次男である。三重の文化財白子普段桜三重の文化財、関音寺二葉門三重の文化財堂々おろう。ありがとうございます。